火をつける。なんだ騒がしいな。おい、俺を殺しに来たか、つくよみの犬が。探ってみてびっくりだ。悪魔どもが余計なことをしたせいで俺の知恵を持つ人間は死んだらしい。再び知恵を持つ人間が生まれるまで待つしかなくなった。人間がまた生まれてくるまでほんの数百年待つだけだがな。退屈しぬ相手をしてやろう。さあかかってこい。
この鍵はお前にくれてやる。その代わりお前が創世の座につけ、お前以外の奴に座を奪われたら許さねえぞ。おい、次はあと一つね。最後の一つ気を抜かず探しましょう。神の御座である始皇天は三本の柱で支えられた頂点にある。三本の柱とはすなわち瞬間、均衡、慈悲である。汝はその一つである慈悲の鍵を手に入れた。新たなる王となる者は自ら他者のために行動する能動性を持たねばならぬが、そのためには深き慈悲が必要である。絶対の存在として決して慈悲を忘れてはならぬ。あんたまた変な顔してる。その困り顔最高。